鬼滅の刃にも出てくる大正時代に流行った活動写真について岡田敏夫先生が話されています。そんな時代ですね、人々が熱狂したのが活動写真というやつですね。えー、鬼滅の刃にもですね、活動写真出てきます。えー、この丹次郎がですね、歩く浅草の街ですね。あの、ここにですね、あの、ちょっとね、見えにくいんですけど、この部分に活動って書いてるんですけども、あの、で、 これ別のカットなんですけど、ここにあの映画の看板みたいなのがあるんですけど、これ多分有名な浅草の電気館だと思います。で、活動とか活動写真っていうのは、英語の,あのモーションピクチャーの,あの直訳なんですね。まあ今の言葉で言う本当に映画ですね。 で、毎月ですね、あの、1日映画の日ですよね。毎月1日は映画の日、あのー、この日はみんな1000円じゃとかって、あれ言ってるじゃないですか。あれなんでかっていうと、あの、1896年にですね、あの、神戸でキネトスコープですね。まあ、映画の元祖みたいなのが公開されたのが、まあまあ、あの、本当は10月25日か6日ぐらいだったらしいんですけど、も期間があったので、じゃあもう11月1日にしましょうってことになってですね、実は日本では映画の日っていうのが11月1日になってる。 なので、記念でですね、毎月1日は映画の日でですね。それであの映画が1000円で見れるわけなんですよ。で、キネトスコープどうなのかっていうと、こんなんですね。えー、エジソンの発明です。まあ、あの、中にフィルムがこう入っていて、コイン入れておっさんがこう覗いてるんですよね。えー、エジソンの発明品です。で、あの、これね、一人しかね、覗けないので、 決して便利な発明ではなかったんですけど、当時はとにかく絵が動くというか写真が動くだけで驚きだったんですね。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。